らたちは頑張って劉備を追いかけた。けど結局劉備は逃げちまったな。曹操様、おいらまた次で頑張るだよ。今度戦う相手は馬長や宝徳っていう漢中にいる連中だ。そいつら曹操様が浮かないから束になって戦うみてだよ。中でも馬長は曹操様を家族の敵って言って狙ってるらしいだ。けどオイラがいる限り曹操様には指一本触れさせないだよ。ちょちょい、今は劉備のことは忘れ、奴は慶州をめぐり孫権と対立していてしばらく動けん。その隙にわしは西を漢中の地を制す。漢中の諸侯どもは結託し、道漢にて我が軍の進軍を阻んでおる。わしは北上して川を渡り、奴らの背後をついて道漢側と攻撃する。巨長、お前にはわしと共に川を渡ってもらう。漢中の将たちはいずれも猛者ぞろいだが、お前ならば全て蹴散らせよ。期待しておるぞ。わしと巨長が黄河を渡り敵の背後をつく。まずは道漢の正面を攻め、敵を引きつけよ。今度は負けねえからな。敵将討ち取ったで。よし、氷河を渡り敵の背後を突く。漢中の野獣ども、お主らに総猛徳が止められるか。恐れひるむことはない。この川一気に越えるぞ。曹操が北へ動いていると。我ら攻撃するつもりか。させぬぞ。一人か。いい度胸だ。漢中はこの馬毛騎が守ってみせる。おいらが相手だぞ。曹操様を殺そうなんて、おめえ悪いやつだ。来い、この馬毛騎、逃げ隠れはしない。死ねえぞ。今度は負けねえからな。敵将討ち取ったな。死ねえぞ。曹操様はおいらが守るだよ。どけ。お前など構っておれん。貴様らに屈するわけにはいかん。徐光明、多大な惨状をつかまつんだ。今は攻めと守りよ。Yeah!
を倒す。行け、闘志を刃に変えるのだ。良い敵に出会った。いずれ再戦しよう。液晶打ち取ったで。久々に強敵と会えたわ。液晶打ち取ったで。我らも伊勢を渡り、曹操の本体を作る。軽やかに舞い、敵陣へと切り込むのです。見事な攻めと守りよ。次は負けない。液晶打ち取ったで。思った以上に北の守りも固いな。殿と関西の気持ち、敵中の殿とはいえ、結束を乱すのは上策と、関西を取り巻く武将を除き、奴を孤立させる。関中を天下とし生きる者、天下を掲げ関中を飲む者、互いに相入れぬなら戦うしかない。それがしは法霊明、二つの劇にてお相手する。それがしの総劇受けていただこう。死が引くことがある。よく考えよ。関係を用いて関中を乱さんとするか。なんとも豪華な武を持った男、我が配下にぜひとも加えたいものだ。関中の死を我らが助け立ちいたぞ。関中の使としてそなたを阻む。もさにあったか。ならば加減はすまい。今なら敵陣を殺せ。押せい。それがしの全力受けてもらおう。華麗に拠点を攻撃します。兵は神速を立ってる。わしに続け。引くしかない時もある。液晶打ち取ったで。
この防衛の要衝を突破できると思うな。なるまい液晶を撃ち取ったで、好機だな。全軍反撃せよ。一気に蹴散らすのだ。この拠点は我らの命綱、落とさせんぞ。武将を殺せ。心身を癒し、この局面を耐え抜くのだ。その強敵と会えた。液晶を撃ち取ったで。ここは一気に押す。我が軍の底力見せる時ぞ。容赦なく攻め立てい。さあ全力で来るがいい。この拠点は我らの命綱、落とさせんぞ。漢中の諸侯どもはあらかた討ち取ったが、かの軍労どもは捨ておけば必ずや我が覇道の妨げとなったであろうな。漢中を抑えたことで今後の戦略も立てやすくなったわ。天下は確実に近づきつつある。このまま突き進むのだ。
新しい護衛武将が仕官してきたようじゃな。この護衛武将はその際一国を制し晩年傑物と称される人物のようじゃな。